金細胞、金細胞は、日本の打棒系武器の一種。南北朝時代に現れたと考えられ、初期のものは、くぬぎ、くり、かしなどの硬い木を1.5メートルから2メートル程度の、八角棒に成形したものに、星と呼ばれる、正方形あるいはひし形の四角、水型の病とタガで補強したものでったが、後に、ひるかなもの、ひるかなもの、状の板金を巻きつけたり長腹、輪。 なが、覆輪、鉄板で覆う、といった鉄板で覆って貼り付け補強したこしらえとなり、画像マイナス1、さらに構成、完全な鉄製、時代を経るごとに、鋳物製から単鉄製の順に、移行となった、画像マイナス2、画像マイナス3。日本の合戦での装備は、古来、銃装備である。これは牙によっての戦いが目的であったため。 全微重量が重くても影響が少なかったことが要因である。そのため、立ちで切ることはおろか、槍といった月を主眼としたものであっても、鎧を貫くのは非常に困難であった。ただし、槍で疲れると貫通する場合はある。従って、戦では、鎧のつなぎ目を切る戦法、鎧は動くという行動を取る以上、肩などの関節部には隙間があるため、そこを狙うや、兜を跳ねて、 首を狙うといった戦法であった。鎧は、断ち切ることは困難であるが、叩くといった行為に対しては、耐性は低い。南北朝時代になって、多少軽装備となったものの、依然として切るといった行為は困難であったため、金細胞のような打撃に特化した武器が登場した。ただし、日本の鎧では手足をあまり守れなかった。金細胞は、叩くことに特化した武器であり、 頭を叩かれればもちろん、どうであっても打ち付けられれば、相手には相当の衝撃であり、その衝撃で、相手がひるんだ時に組み合って、首を取る、そのまま叩き殺す、骨を粉砕する、内臓を潰すなどといった行動が可能である。ただし、六角棒か八角棒を鉄板で包んだもの、鉄の筋金を打ち付けたものは普通は、全長二百十二センチメートル前後、 最も長いもので 360cm 前後、完全鉄製のものは、全長 150cm 前後という特徴から、非常に重量があるため、筋力に優れたものでなければ使いこなせないという弱点があった。なお、実戦で使用されたことを伺わせるものとしては、戦国大名の最上義よが合戦で用いている様子を描いた屏風絵が残されている。また、 その丈夫さと重量を生かし、武器として、以外にも砦の関門を破る、簡易の波状土としても利用された。金細胞は、大立や、大なぎなた山盛りと同じく扱いには腕力を必要とする武器であるが、それらの武器と違うのは、南北朝時代に流行して、以来、南北朝時代、室町時代、戦国時代、安土桃山時代と、 ずっと戦場で現役の武器であったことである。大立は南北朝時代の二十数年間で流行がスタレ、室町時代以降下火になり、再び流行するのは安土桃山時代である。大薙刀も南北朝時代の二十数年間で流行がスタレ、室町時代以降には小薙刀の方が主流となる。まさかりは南北朝時代に流行するが、戦場での利用は、 あまり多くなく、南北朝時代以降に、再び戦場で武器として利用されるのは、安土桃山時代である。日本のことわざ、鬼に、金棒で知られる通俗的イメージの鬼が持つ金棒は、金細胞を元にしたものであり、15世紀末前後、成立のカラスサギ合戦物語に、鬼に、金殺防性ベストの記述があり、中世軍器物に、明記されている。 カラス詐欺物語の記述からも、15世紀時点では、まだ略されておらず、才の字も統一されていないことがわかる。ことわざとしての、鬼に金棒の初見は、ケブキクサ、1645年間であり、鈴木東蔵広田栄太郎編、古事ことわざ時点東京堂、出版1968年、初版1956年、P158、似たことわざとして、鬼に手続え、 鉄条がある、同書 P158。一般的に全鉄製でトゲがついているが、先日の通り、このトゲは八角棒に鉄板を貼り付けていた、サイの固定用の病からの発展と思われる。鬼と金細胞に関する話としては、小田原北条木巻八、鬼に出会った、朝比奈八太郎に記述が見られる。天正十年。 1582年のこととして、非近道のふもとに、色黒で筋肉たくましく6、7尺、2メートルある、男とも帽子とも山伏とも見えない風体のものが、立っていて、髪は反っていたが、層の姿はしておらず、鉄とガリ棒、金細胞と見られるものを肩に担いでいた。その異形のものは、朝日一向に、自分は、無害な存在だが、後から来る女に待っているから、 早く来いとことづけを頼む。その後、出会った女に伝えると、しばらくして、女の悲鳴が聞こえ、行ってみると、葬儀の最中であり、いろいろ説明を聞き、女が霊魂であり、日金のあたりに地獄があり、異形のものは鬼であったのだろうという結論に至った。金細胞とは、金属製のつまみ棒という意味であり、つまみ棒、財棒とも記すは、工事園第六版。 岩波書店にも記載されている。工事園には武器として扱う硬い金の棒王とあり、前日のカラス詐欺合戦物語十五世紀末成立にも鬼に金殺棒と表記されているのはこのためである。つまみ棒自体は十三世紀の古今著文集に記述が見られ、法師が用いたと記す、口述通り武器としてではない。 14世紀初頭のハリマの悪党について記したミネ・アイキには悪党が細胞を用いたことが記録されている。つもみ棒は民族学的には祭伝棒や財振り棒とも呼ばれ、洋物を象徴すると推定される棒であり、境に立てる細胞として使用され、次第に武術として発展した。アミノ・ヨシヒコは縄文期以来弓矢を発達させた東国では、中世に 弓矢の道が発展したため、つぶてといった陶石や薙刀と同様に馬の足を狙うつもみ棒を武器として発展させたのは西国であり、金細棒は西国的な標報という見方を示し、南北朝の戦闘を東国的な騎馬軍勢に対し、つぶてやつもみ棒を駆使した西国勢の衝突という構図を記述し、この戦法で東国勢を苦しめたという見解を示している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。